ミートピア。このアップにいる牛気になるな。4人集まってるから、多分もういけると思うんですよね。1人の時代からね、いけたけど、1人だとこれ多分地獄見てたらだろうけどね。じゃあちょっとこれと、あ、やっぱ普通に戦う感じか。ボスか？中ボス的な。わー、ブルーミルタウロス。よっしゃ。行きましょう。鼻息ドーン。開幕からもうまたいつものようにやってた。あー、強っ。まあ、レベルも上がったしな。リディアスマン。うわ、強い。マジか。もう抑えた。二人で抑えたわ。まさかの。自分とリーダーで抑えちまった。シオちゃん！もう多分ワンパンできる、これ。見えるか？スラッシュ。おー！岩田社長の助けなしに行けた？火山にもいる美食家。うわー！ピザ食ってる。もぐもぐ。こっ！あ、味ー！熱々のチーズが舌を焦がす。私は舌を焼きろした。おい、へへへ。しかしこれで私は実感する。この大地のエネルギーをどこにでもいんな。こいつももしかして相当の戦闘力の持ち主なんじゃないか。おや、私はビスクの日記、最高の料理感動しています。この感動ぜひあなたにも。舌を火傷する地熱ピザって書いてあります。コーナーペティー。あ、何グリフォン小さいな。やっつけないと。ふむ、少しお待ちを。まだ目ついてないよ。そう、まだ顔くっついてないし。このままなら無害です。逃がしてあげましょう。そうだね。うん、うん。優しいんだね、岩田社長。いやいや、お恥ずかしい。さあ、4人揃って、うおーい。見逃したグリフォン、そのまま来たみたいになって思うとるやんけ。4人揃ってね、来たと思ったら見逃したグリフォン、そのまま来てもうとる。でも言うてね、レベルもちょっとだけ上げてきたんで。おっと、これ多分ワンパンで終わるんじゃね。リーダー様いくよ、せーの。はい、1、2、おー、耐えた。リーダー様。あれ、まさかのこれ、エーペチ。ちょっと待って、リーダーと自分が無双してんだけど。強いな、俺ら。あ、俺たちが強い。わははははは。もうさっきグリフォン見逃したけど、また来てもうとんやんけ。なんか、しかもなんかいっぱいおるな。リリア様で吹き飛ばしてもらえばいいから。大丈夫だ。リリア様が吹き飛ばしてくれる。おっと、リリア様見えるか ?3 人攻撃か。で、1、2、3。おー、強ーい。咲いてこい。リリア様、入った。出たー。恒例の光景出たー。火山に来た。いよいよ火山の奥の底。この先にまだ魔王の城が控えてるんですけどね。火山来たね。うわー。汗だくになって戦うんかな。いや、火山来たか。気を引き締めよう。お、なんだ？マグマの湖だ。みや、さっきね、マグマにハンカチ落としちゃった。もう焼けてなくなるわ、あんなもん。そしたら、チュッって燃えて消えちゃったよ。そうだね。ひえ。落ちないよ、気をつけよ。まあ、落ちるイベントはないんで大丈夫ですけども。リディア様、メガファイヤー！うわー！よい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 よ、ボムって。モンスター名ちゃうやん、もうボムって。マリオの世界か。あれ、これどういう扱いだっけ。叩いていいんだっけ。叩いたらどうなるんだっけ。あーあーああああ、おー、真っ先に処理しないといけないやつ。さあ、ここにびっくりマークがついてたんですけど、なんだろう。え、何？ん？わあ、岩。雑な岩の落ち方やな。リリア様とティラ、え、ちょっと待って、大丈夫か、これ。このまま、はぐれちゃった。どういう扱い、これって。もしかして、パーティー分断？あー、ちょっと待って、しかもこの分かり方まずくない？あ、まずはリリア様視点か。こっちはまあ問題ないと思うんだけど、シオとミヤルカ人がちょっとこれは危ない気がするな。うわー、シオちゃん向こうからか。ギブアップ、ギブアップ見てます。ギブアップ。マークがはぐれる前に戻りますか。いや、でもこれであえて行ってみよう。それ、あの、パーティー順を変えれば多分できると思うんだけどさ。いや、まあいいや。とりあえずこのまま行ってみよう。石音見えるか、大丈夫かな。いや、向こう側大変だぞ、これ絶対。ファイヤーでとどめさせてんじゃねえか、なんだったら。みんなとはぐれちゃった。岩ガチャは戻れないし、みんな寂しいだろうな。僕はいなくなって。先にするしかないよね。困るだろうな。やっぱり僕がいないと。行くよ。はい。へえ。岩田社長で大魔王より強い？
強いんじゃないかな。うん。さてどうでしょう。本気で戦ったら勝てるよきっと。まあそうだね、そうだと思う僕も。うん。そうかもしれませんね。でも争い事は好きではないよね。それに大魔王を倒すのはあなたの使命、そんな気がするのですよ。できるかな僕に。できるできる、大丈夫、できますよきっと。岩田社長が言うんだら間違いないわ。さあ、ここまで来たけど、ふう、はぐれたみんなどうしてるかな。ここで入れ替わるわけですね。いやー、ここから一方その頃はぐれたわけ、私は。いや、厳しい。待っててもしょうがない、先に進もう。迎えに行くのに、いや、よりにもよってさ、低耐久なしおちゃんとみやるかちゃんなんでしょ。で、岩田社長とかもいないんでしょ。とりあえず、ふりかけの回復をしないとダメだな。びっくりしたね、さっきの岩。おかげでみんなとはぐれちゃったね。みんな先に行ってるかな。うん、めっちゃ楽に先に行ったわ。私は先に行こうか。きっとまた会えるよね。うん、行こう。いやー、二人、低耐久なんだよね。いや、厳しいなー。大丈夫か君たち。とりあえず振りかけ支援をね、しないとダメだ、どっかで。多分君たちだけじゃ倒しきれん。なあ、強い。しかも普通に強いんだもん。これあれか、武器取るやつだ、やっぱり。武器取って、攻撃力低くなるやつだ。でもとりあえず、もう、振りかけの支援しないと、これやっていけないぞ、お前ら。支援必須だわ。通常攻撃、武器持ってない状態の通常攻撃。でもそれでも強いな、身長だからね。しおちゃんパンチ。踊りましょう。みやるかちゃん応急ダンス、これ聞き大事。ああ、ああ。ああ、まあ銃だな、なんとかなるか。あっつ、みやるか。振りかけの支援が必須だぞこいつら。でも振りかけはね、999あるからいくらでもいけるよ。攻略としてはいかがなもんかと思うけどね。もうこれでご利用するしかない、多分。スラッシュ、いやー、もうちょっと熱っ、吐き出した。よし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 、ベトベトする。しおちゃん、よし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 。難易度高えなこっちの海は。さあ、無事にね、というか一戦闘がね、本当にあれだけしかなかったわ。ほら、やったー、応援しよう。やったな、無事でよかった。ミートピアダンスだ。いや、一戦しかなかった、本当に。本当に一戦しかなかったから、それ楽だわ。よーし。いや、こっちは難易度が良くてよかった。一戦しかないのは楽だわ。ん？ 4 人揃ったけど、ん、なんだろう。ふむ、うなり声が聞こえますね。犬からたくさんいる。犬？気をつけましょう、この声おそらく犬。おお、ケルベロス、うわ、ケルベロスだ。地獄の番犬ケルベロスです。え、顔ついてんの。うわー、なんだ。あれ、さっきこんなんだったか。あ、ケルベロスの頭についてんだ顔が。みんないる、みんないるぞ。頭に顔ついてる3人ぐらい。わかりやすく。ちょっと笑えてきた。ちょっとさ、真ん中が絶妙に笑えるんだけど。何？え？何？ノリノリふりかけ。まあ、ある意味ノリノリだけど。あー、これあれだ。バフなんだけどな。ノリノリふりかけ。気分ノリもやっぱパワーアップで敵に大マジで与える。ただ、通常攻撃しか使えないから、しおちゃんが一応使える。しおちゃんはこれをかければね、だいぶパワーアップはできるんだけど、ただなぁ、このメンツはノリノリふりかけがあまり意味ないんだよな、正直言うと。あまり、使えるようなメンツではない。通常攻撃が手段で、通常攻撃使う奴らがあんまいないんですよ。唯一しおちゃんくらいなんですよね。使わなくていいや。じゃあ行こう。いや、どれぐらい強いんだ仲間合流して。リリアスのメガファイヤー100に出していく。ミニアルガン、スラッシュ、いいよ。シャーケルベロス。悪夢、あー、そういうやつが。
目隠し見てはなりません。そういうことか。それでそうか、目隠しで予防したのか。もう安全地帯入れる気満々だったわ。氷の息、いやー痛い。3回攻撃、見やるか、クール、避けていく。お手伝いします。ライトニング、いいね。ちょっとした、ちょっとなんかほんのりちょっとね、攻撃するやつね。ほんのりちょっと攻撃してるな。いや、まだ回復はしなくていいでしょ。回復するときは俺がやるね。自分ぞ僧侶のね、特権はやっぱ回復するところですか。リディア様、見えるか。だいぶでしょ。メガファイヤー、うわ強っ。カリカリ爪を研ぐ。氷の息なあ、誰かを助けなさい。ここは僕が。はい、こちらにエスコート。ミヤルカの回避率やばいな。クールの回避にエスコートの回避に。ミヤルカ回避率どうなってんの。だいぶ回避するなこれ。使用上もう一回来るか。クール。クールが強いんだって。いきますわ、スラッシュ。よしよし、食らいなさい。ライトニング、よし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 。ちなみにね、技もちょっと増えたんですけどね、使う必要性があまりないのかな。まあいいや。マイペース行くぜー。新しい技、キュアオール、簡単に言えばベホマラーって。すげー回復すんじゃん。メガファイヤー、カリカリ。さあ行くよ。ちょっと待って、お、ビッグウェポン乗った。だいぶ出るぞこれ多分。身長行動のカリカリカリの後のビッグエポンは強い。136、いいね。氷の息、わー。見えるか。見えるか。今んとこ左に使うね、えげつないじゃん。おほほほ、見えるか。お前めっちゃ受けんな。12、クール、弱点を攻める。よしよし、いきますよ。ライトニング、あとどんぐらい。あー、はい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 、もう仲間に任せていいな。ギガキュアとかメガキュア使うことがないんだよなこれ。まだそこまで追い詰められないしね、終盤だからな、この辺り使うのは。基本的に普通に殴っちゃっていいか。もうこの一旦で終わるよ多分。この一旦で終わらせれる。1、2、リディア様、メガファイヤー。まだ残るか、疲れたわね。見えるか、お茶にしましょう。あー、 MP 回復か、いいね。なるほど、見えるか、いい補助入んね。ああ、多分。ほら、見えるか、スラッシュしとけば、3人同時に。3人同時に。体すぐ近くにあったってことか。おお、3人同時の画面。3人同時に顔返す珍しい場面だな。3人帰ってきたな、一気に。一人ずつ取り戻してたのがまどろっこしいと悟ったのか。ペッパーになっぽ、あ、ポップ。うーむ。ドキドキ。な、ペッパーになっぽ、あ、ポーペンって人。アイドルピコ太郎帰ってきた。よりによっぴ。戦車トーカ。急になんかみんな帰ってきた。あ、ティラ。助けてくれたんだ。ありがとう。急になんか3人まとめてきた。君たちには苦労させられたよ。え、うん、なんでもない。確かに。残り3人は大魔王しろ。大魔王しろに3人いんの？よりによって。ってことは何？この感じだと、アンラが2人大魔王す、あ、大魔王も困ってるじゃん。アンラが2人しろにいるってことは。行こう、怖いけど。一緒に頑張ろう。さて、それじゃあ、俺ら先に行くね。また後で、宿屋だね。宿屋で合流する感じでね。あ、ふむ。これ6人助けましたか。あと3人は大魔王の城。アンラが2人か。アンラが2人だよなーってことは。十分な戦力が整えましたね。うんうん。私の役目はここまでです。ここはすけをお任せします。そうだね。リディア様いるから私たちは大丈夫だよ、もう。ねえ、よかったのにフレームタワーの補助よかったけどね。今までありがとう。さあ、大魔王現地は私たちが仲間の受けだ。まあ、あの3人より岩田社長 NPC だから絶対強いんだけどね。